新流行り神寄生虫編続きをやっていきます。前回は関もちゃんが脱出、家から金谷家から脱出するのを手伝ってくれたんだが悪でした。そして芋虫に殺されるぐらいだったら錠剤を飲めと、生産化合物のこれで死ねと言われて、まあ、選択肢で自分か風森パイセンか黒田課長、誰が飲むかって感じだったんだけど、まあとりあえず自分で飲んでみる。ただこれがラムネの可能性もまだ捨てきれてない。私は錠剤を噛んでねえよ。私は錠剤を飲み込んだ。果たして、んく、んく、ん、どういう、これ乗っ込んだよってこと？乗っ込んだよーってこと？はぁ、と小さなため、吐息をつく。そして目を閉じてしばし待つが、体調の変化は現れない。やったじゃん。やっぱり？いや、可能性としてもしかしたら、関本ちゃんは本当は悪の今はふりをしてるだけ。という期待を込めたのよ。込めたのよ。どう？変化訪れない？おお、いいじゃん。目が、何やってんだよ、お前は。私には、誰かに毒物を飲ませることなんてできません。だから、すいません。お先でーす。お先でーす。でもさ、まあ、生産化合物錠剤だからなのかわからんけど、飲んですぐにうってなるわけじゃないってことかい？仕事上がりみてえなあいつすんなや。お先でーす。先生、失礼します。風森さんのツッコミに笑おうとしたが、うまく表情を作ることができなかった。あ、コントローラーが一回震えました。薬が効き始めたのだ。いや、これまだわかんない。何の薬かわかんない。風邪薬の可能性あるよ。心配して。実は風邪薬。続いて、全身の筋肉が小刻みに震え始める。内臓も痙攣をしているのがわかる。そうだ。消化器官がこの毒を体外に排出しようと暴れ出す。猛烈な吐き気が襲いかかった直後、逆流を防ごうと食道がキュッと閉まってきた。あ、が、ぐ、がぐ。この、と、とけつ、と、とがった、と、あい、トゲダー、トゲダー、トゲダー物。トゲダー物の逆流と飲み込みが辛い。おかげで、呼吸がままならない。目が、目が、てめえら。視界が明言してきたため、逆上した風森さんの姿が駒送りのように見えて仕方がない。え、これほんと生産化合物だったの？まあ、ここまで来て症状的にはそうか。風森さんが関本らにつかみかかるが、疲労困憊のため動きが鈍い。逆に彼は糸もたやすく捕まってしまい、何度も殴られて地面にうずくまってしまった。このクソ野郎が。こん、え、え、ん、ん、こん、こっちも吐き気がしてきた。ちょっと生産化合物のせいだな、こりゃ。こ、今、今さい、あ、ちょっと聞いてきたかな、ちょっと今、こん、このさい、あ、気持ち悪い、あ、気持ち悪い、あ、気持ち悪いな。この際の言葉はそれでいいのか？でいいのか？その字はそれでいいのか？え？風森さんが炎で焼かれる。うわー、いや、それは痛い。それだったら生産化合物の方が、でもこっちはこっちで苦しいし。なになに？悲鳴は聞こえない。もう幻覚が、あ、聴覚がおかしくなっている。やっぱ気持ち悪い。やっぱ気持ち悪いな、これ。だってな、こう、感情移入ってやつですよ、これ。感情移入で気持ち悪くて感じが読めねえな。
豚脂？これ無頓着の豚っていう字に似てるな。豚脂の男もやってくれ。どうせ自分で飲み込む力は残っちゃいない。豚脂ってどういう脂？ただし彼女だけはこのままだ。自分で死を選んだ覚悟に敬意を示してな。え？でも焼いてない？焼かないでくれ。焼かないでほしい。え？意識を喪失している黒田課長も、あっけなく焼き殺された。私は全身の感覚がそうしていく中、見ているしかなかった。意識が消える直前、服毒自殺と奴らに焼き殺されること、結局そのどちらが楽だったのかだけが疑問に残った。いや、どっちも楽じゃねえべ。でもあー、ゲームオーバーです。ゲームオーバーです。え、こういうエンドじゃないの？ゲームオーバーなのこれ。え、選択を間違ったってことだよね、ゲームオーバーってこと。え、じゃあ自分が飲むんじゃなくて、どう、自分が飲むんじゃなくて、風森パイセンか黒田課長。まあでも黒田課長なんか感染っていうか、もうあれだよね、毒に、あの芋虫の毒にやられてるってことだから、黒田課長かな。多分あそこで間違えてるってことだよね。結構待ってるけど。はい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 。ネットワークに接続できないやつね。はいはいはい。ああ、一応エンド回収。絶望。エンドナンバー46、絶望。まあそうだよな。もう全員死んじゃったもんね。もうまさに絶望でしかないね。まああそこの選択肢からじゃあやり直すか。あそこだよね、多分ね。その前ってことはないと思うので、ちょっとあそこまでじゃあ戻りたいと思います。もう絶望。絶望だわ。よーし、ここですな。自分で飲んだら、もう絶望。ということで、いやー、風森さんじゃない。いやー、黒田課長かな、やっぱり。ごめんなさいなんだけどね。一応もう、体力的にも一番あれだもんな。いやー、飲ませたくないな。でも、まあ、はい、黒田課長に飲ませることにした。黒田課長、すいません。いや、すいませんで済むなら警察はいらんぞ。手紙を。おい、メガ、本気かよ。何をしようとしてるのか分かってんのか。もう私たちは積んでいます。この状況で事態の打開は不可能です。積んだか、積みゲーか、これ。だったら苦しんでいる黒田課長を楽にしてあげるしかありません。いいのか？お前、一生後悔するぞ。そうだよな、またこれ、あれだよな、デカミが殺したみたいになっちゃうじゃん。で、また法廷台に立たされるんじゃないの、これ。これを飲んだら、その一生もすぐ終わりますから。あ、自分も飲む。これ自分も、黒田課長に飲まし、自分も飲むって感じじゃない？これダメ？ここダメ？この選択肢に来ちゃったらもうダメ？私は風森さんにお願いして黒田課長を寝かしてもらった。黒田課長、本当に不出来な部下ですいませんでした。黒田課長の顎を押さえて唇を開けた。そして指先でつまんでいた錠剤を、口内に押し込もうとした。え？今何か聞こえたぞ。え？これはちょっと飲まなくていいパターンになっている？いいやつ？メガ、聞こえなかったのかよ。これってまさか、奴らじゃねえか？奴らっていうのはキャタビラ軍団？キャタビラ軍団来た？襲撃に。私は耳を澄ました。周囲の音に紛れて、かすかに、だが確かに聞こえた。あ、聞こえた、聞こえた。ここまで侵食されているとはな。これでもう関本ちゃんめがけてもう食ってやれ、キャタピラーども。キャタピラーの皆さん、ここで出番ですよ。おいおい、嘘だろ。どうから聞こえてんだよ。
私は周囲を見渡して音源がどこか探した。だが風の音や風森さんの老害、防護服の、衣すれ布すれ音布すれ音などが邪魔をしてはっきりとわからない。どっからだ。このままだとまたキャタピラーたちに襲われる。やつらはどこから来るのかと警戒した。黒田さん、黒田さん、黒田課長、黒田さん、どうしました？ああ、嘘だろ？嘘やろ？何その目は？どうしたの？その黒目をちょっとどこに置いてきた？黒目を持ってきなさいって先生言ったよね。ちゃんと黒目を持ってきなさいって先生言ったよね、昨日ね。昨日のホームルームでちゃんと言ったよね。それだけじゃダメだって言ったよね。もう廊下に立たせるよ。バケツ持って。廊下に立たせるよ。黒田くん。黒田課長は、両腕を使わず、背筋肉だけで、上半身を起こした。え？どういうこと？ただ食われて死んじゃうだけじゃなくて何なのこれ？寄生、え？キャタピラーに食われたらこうなっちゃうの？瞳は白く濁っている。頬も、緩み切って、意志らしきものは感じない。おい、おっさん？どうしたの？え？え？嘘だろ？何なんだよ。私たちが警戒していた鳴き声が黒田課長の体内から聞こえる。同時に彼の腹と胸が波立って小刻みに痙攣を繰り返した。え、黒田課長の中で生息してるってこと？キャタピラー君たちが。え？何？まさか体内に飼っていたのか。黒田課長の体内から聞こえる鳴き声に、こうして明らかに周囲の空気が震え出した。まずい、仲間を呼んでるぞ。成虫が来る。あー、この芋虫たちが、そうか、大きくなった状態ってまだ見てないけど、何、なんかモスラみたいなやつ来んだろ。モスラみたいなやつ、どっから来るんだよ。俺らは何にも見えないぞ。おい、成虫？私は真っ暗な夜空を見渡した。空気が震えるばかりでその音源が見つからない。なんかさ、あれじゃないの？黒田課長の体内を破って、体を突き破ってみたいなことになったりせんのかね？その形状は、針に似てる奴らだ。空から来る。正直、芋虫よりも厄介だぞ。うわぁ、葉のついてるやつで飛んでくんの？あ、でも、芋虫自体があの大きさだから、あれが集団で来ると思ったらやべえ。やべえ、みんな、助けて。やばい、また気持ち悪い。気持ち悪い症候群になる。私は周囲を見渡した。だが、夜の山林なので明かりはなく、何がどうなっているのかわからない。不安だけがかきたてる中、気持ち悪い空気の震えだけが辺りを包み込んでいた。あ、すごい、コントローラーが震えてる。コントローラーがめっちゃ震えてる。ちょっとやめてやめて。ちょっとコントローラーがすごい震えてる。あ、来た来た来た。気持ち悪い。あー、みんな助けて。気持ち悪い。でも、シラス星よりもいいか。シラス星よりもいいか。っていうか、思ったより成虫って言ってもあれじゃな。芋虫に羽が生えただけじゃないこれ。ちょっと。ちゃんと成虫してるこれ。ちょっとかわいそうだよ。もうちょっと綺麗な状態になって成虫と呼んであげたかった。こっちはね。いやー、音がキモいんだよな、これな。頭上から大量のキャタピラーが襲いかかる。奴らに対して分厚い防護服など無意味だった。え、こいつらそんな脅威？あっという間にそばにいた男の全身に取り憑かれ、彼らの圧倒的な食欲によって防護服に穴が開けられた。え、それ穴開くって相当じゃない？その穴を目指し、一斉にキャタピラーたちが服の中に潜り込んだ。
やー、嫌だ、助けて、いやー。これさ、デカミたちはどうなってんの？この状態。もうデカミたちもアウトってこと？それか、この色がまずいの。この黄色っていうか、黄緑色。黄緑色のこの色がまずい。なるほど。視界を確保するバイザーにも、芋虫が敷き詰められた。不幸なことに男は無様に地面に倒れ込み、痙攣した状態で奴らの体液に、濡れながら、豚死？豚死？何？ちょっと気持ち悪い、気持ち悪いからちょっと読めなくなっちゃった。今もうこのイモムシたちが気持ち悪くなって、気持ち悪いなと思ったからさ、読めなくなっちゃった。豚死、豚死、豚死だな、豚死、豚死、悶絶しながら死ぬことが豚死だな。合ってんじゃん。合ってたな、多分な。もう合ってた、もう勝ちだ。同時に空からやってきたおびただしい成虫が別のものに襲いかかった。防護服の性能を過信していたがために一番苦しく惨めな最後を次々に遂げていた。私は自分に群がってこようとするイモムシを必死に手で、払いながらも絶好の機会を感じていた。え、これでも、ね、自分たちだって防護服もクソもない私服でしょ。無理じゃない、そんな払いのけれられる量な。風森さん、チャンスです。この隙に逃げましょう。風森さん、あー、これさ、風森選手はもうやられている感じですか。これ風森さんで止まるってことは、風森さんに必死に呼びかけた私は絶句した。あー、みんな来るぞ来るぞ、これ来るぞ、絵が来るぞ。あ、こんな、まだだった。彼はあっという間にキャタピラーたちに全身を覆われていて、地面に這いつくばって動かなくなっていた。私は周囲を見渡した。すると車道の脇には車が1台停車している。待ち伏せをしていた連中の車だ。あれに乗ればこのまま脱出できるかもしれない。一か八か試してみる価値はある。関本ちゃんはどうしたの？私は全力で車に駆け寄り、その中に飛び込んだ。ちょ、1匹も入れんなよ。入ってない、大丈夫？ちゃんと服払ってからとか乗れたの？入ってない？大急ぎで運転席にむさぼりつき、キーをひねる。お、かかった。あー、まだか。かかってかかって、お願い、かかってかかって、おー、かかって、私を餌にしようとキャタピラーたちがフロントガラスを埋めつつある。ガラスや金属ボディを簡単に食い破ることはないだろうが、このまま閉じ込められるなんてまっきらごめんだ。あ、かかったかかった、よっしゃ、かかった、やった。私はシートベルト、いいよシートベルトとか、今はもうそういう状況じゃないべ。シートベルトもいいから早く発進、サイドブレーキを倒した。そしてシフトレバーをドライブに入れ、アクセルを踏み込もうとしたその時だった。いや、もういいよその時だったっていうのは。あ、これ誰？関本ちゃんだ。お前入れねえよ、やだよ、お願いだ、中に入れてくれ、やだよ、お前のせいだからな、お前のせいで風向解析黒田課長こうなったんだからな、今回はマークだからな。いつものニヒルな愛好をかなぐり捨てた必死の表情だ。助けてくれ、私は死にたくない。数々の恨みとともにこのまま彼を見捨てることはもちろん可能だ。何しろ仲間の犠牲はすべからく彼にある。そうだよ、お前のせいだからな。だがこのキャタピラーについての情報を彼は持っている。できるだけ情報を引き出すことも必要だ。そうなの？助けてくれたら、君の安全を保証する。だから頼む。私は迷った末に選んだ行動は、どうしたの？ここか。情けをかける、恨みを晴らす。晴らしちゃう。お前がいきねえんだからな。
前今回マジで悪だかんな、関本。お前、ほんと許さない。ほんと許さないよ、ほんとマジで。晴らす。もう晴らすよ、そりゃ。もう晴らせ。お前なんかほんとマジで嘘だかんな、今回。ここで恨みを晴らすことだった。私はアクセルを踏み込んだ。待ってくれ。頼む。お願いだから私も連れてってくれ。やだよ。ヒヒン、ベーケベーケ。お前のせいだからな、お前の母ちゃんってデイビスだからな、お前のせいだからな。必死に懇願する彼の叫びを私は無視した。運転する車は加速して、あっという間に彼の姿は見えなくなった。はあ、はあ、はあ。心臓の鼓動が、そう、なんだろう、ちょっと気持ち悪くなってた。ちょっと、ちょっと一回、ちょっと、ちょっと気持ち悪いな、そう、なんだろうな、気持ち悪いな。しょうがないよね。芋虫を見ながら気持ち悪くて漢字が読めないのはしょうがないよね、これね。心臓の鼓動が、そう、そう、そう、早金、早金、早金か。早金のように胸を叩く。早いってことだな、鼓動がな。心の中に、去来する複雑な感情はそう簡単に収まらない。私は金谷さん、黒田課長、そして風森さんを死に追いやった彼の恨みを晴らした。と何度も自分を納得させようとした。だが同時に私は人として刑事として取り返しのつかないことをしてしまったと悩む。わ、もうそっち行くなよ、もうこんな時だからさ。私は頭を左右に振って不安を振り払おうとした。何、嘘でしょ。あ、ガス欠もしかして。うわ、なんなん。無情にも車内には燃料切れの、警告音が響き渡る。旧型の車のためわずか数分でエンジンが止まった。そんなのないじゃろう。少し昔の車だって燃料が危ないですよ、のあと20キロは走るって言われてるのに。外に出て歩くしかない。覚悟を決めたが、これが止まった場所にも無数のキャタピラーが待ち構えていた。これでは外に出ることは無理だ。このまま、牢城を続けても、いつかは防護区の連中に発見され、車ごと焼き払われてしまう。私は携帯を取り出して誰かに連絡を取ろうとしたが、すぐに諦めて電源を切った。だって誰かっていないもんね。防衛省が動いていると関本は言っていたのを思い出したのだ。もし私が逃亡していることが察知されていれば、私の居場所なんてすぐに判明してしまう。どうにか切り抜けて本店、警視庁本部に連絡してもきっと、黙殺されてしまう。最悪秘密を守るために私は捕まるかもしれない。ならばこのまま逃避行をするしかないの。いつま、一体いつまで。私はハンドルを握りながら考え続けた。さまざまな案が浮かんでは消えた。このまま逃げるのは不可能じゃないかと追い詰められる。どうにかして身の安全を守る方法は。何？そうだ、津田沼さん。そうだ、津田沼さんは。津田沼さん？急に。私は懐に手を突っ込んで名刺を探した。彼は確か大衆紙と契約をしていると言っていた。スクープと引き換えに彼に手引きをお願いすれば。いや、その津田沼さん、津田沼様も、もうダメなんじゃないか？あれ？ない。だが彼の名刺は一向に見つからなかった。おかしい。確かに私は彼の名刺を落としたの？いや、もらってない。書の中で彼と会った時のことを思い出した。名刺は私に渡さずそのまま引っ込めた。しかもその名刺には連絡先などがなかったはずだ。そうそうそう、なんかシンプルすぎるやつだったんだよね。名前しかないみたいな名刺でもらってなかったはずだよね。ああもう、もう期待させ。なんで急にだから津田沼ちゃん出てきたの。出てきたゾンじゃん。出てきたゾン津田沼ちゃんじゃん。私は深いため息をついてシートに深く身を沈めた。
望みは絶たれた。もはや打つ手はない。でも生きることを諦めてドアを開け、餌として奴らに身を差し出す勇気もない。あ、音がする音がする、いいからこの音、いいから。せめて私が望むのは綺麗に死ぬことだけだ。うん、ゲームオーバーです。突然、ちょっと、綺麗に死ぬことだけだ。てんてんてん、ゲームオーバーですってなったね。恨み晴らしたかっただけなのに。恨みを晴らしちゃいかんっていうこと？え？なんだっけ？情けをかけるだっけ？もう一個。情けをかけて、関坊ちゃんを車に乗せることによって生存ルートがあるんか？そういうことでしゃろ？そういうことをおっしゃってるんでしゃろ？しばらく待ってるけどもな。そういうことじゃろ？ということは、そこで助けるか。恨みを晴らせんのか？恨みを晴らせない。おう、生存者1名。え、生存者1名の1名はデカミってこと？っていうことは、まあ、想像だけど、あの後何らか生き延びれたってこと？でも、綺麗に死ねるにはって考えつつ終わったから、まあ結果自決したんでしょうけどね。まあまあ、そしたら今回はここまでにして、まあ、エンド回収もできました。ナンバー48、生存者1名、まあ総合評価 D ですけどね、まあ、ゲームオーバーなんでね。ということで、そこの、まあ、助ける、恨みを晴らすか情けをかけるかのところから次回はやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ゲームが上手になりたいな、もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントローラーを握る。でもいつもお母さんは似ていてばかりで、おー